レトロボブでーす。はい、久しぶりにですね、こちらのチャンネルでちょっと情報系のね、お話をしたいと思います。というのはですね、交流会からほぼ1週間経過しまして、交流会にですね、まあトヨタの関係者の方もご参加いただいて、少しねお話聞けたのと、ね、まあそれをきっかけに私ね、もう一人の方、トヨタの開発の方なんですけども、その方にもね、久しぶりに、まあ納車以来ですかね、半年ぶりぐらいにちょっと連絡したんですけども、まあ現状のお話を伺いましたんで、その内容をね、まあシェアしてもいいという話を聞きましたんで、それをね皆さんにお伝えしたいと思います。で今回ちょっとね、話がグダグダならないようにちょっとカンニングペーパー作ってきましたので、ちょっとまったりした感じで見ていただければと思います。ではまずね、交流会本当に無事にね、終わって、まあ一応過去一番の参加台数にはなったので、まあ よかったかなっていうのと、あとまあエナジーさんのね商品持って行ってたくさんの方がね購入していただいたこと本当にありがとうございます。ではですね、早速ね、まあ、情報の方に入っていきたいんですけども、まずですね、まあ、確定ではない話、まあ、一応、まず参加した方からのお話なんですけども、まあ、参加した方に関しては、現場で、まあ、工場の方で働いているということで、まあ、なかなかちょっと情報が入ってきてないっていうのが現状で、まあ、一つ言えるのは、プラグインハイブリッドだけは前に進んでますよっていう感じですかね。まあ、それは以前からのお話なんで、ちょっと進展がちょっと話はなかったかなっていう感じなんですね。で、帰ってきてからですね、ちょっとまあバタバタしてまして、ちょっと落ち着いてからですね、まあ LINE の方でね、お久しぶりですって感じで、まあこういうイベントして、まあ工場の方から全然ちょっと情報が入っていなかったんですけど、そちらの方何か入ってますかっていう話を聞いたんで、その内容はちょっとね今回重点的になるかなと思いますね。であとね、多分この動画のサムネイルを見たときに、この車なんやって思った方いらっしゃると思うんですけども、それはね、ちょっと動画の最後で私、ちょっと雑談みたいな感じでお伝えしますんで、そこはね、動画の最後に、撮っておきたいと思います。ではまずね、今回のその年次改良に関してのおさらいなんですけども、まあ、今回の年次改良は本来は9月ですよね。9月に出るんじゃないかっていう話が早い段階から流れてまして、まあいろいろトヨタの問題がありましてね、そこで延期になっております。で、その中で改良される話としては、まあプラグインハイブリッドの話であったりとか、まあエントリーモデルがどうしても、ね、高い状態になってるんですけども、今の Z より安いグレードですね、一応まあ俗に X グレードとして言われてますけども、そのグレードと、ね、まあ、ちょっと超豪華バージョンですね、スペーシャスラウンジという名前にはなるとは思うんですけども、多分4人乗りなし6人乗りの選択肢ができるような噂もちらっと聞いてるんですけど、そういったね、エグゼクティブよりさらに上のランクが出るという話も、耳にしておりますけども、まあ、現状としては本当にね、プラグインハイブリッドですね、の話が、まあ、実際に入ってきてるというところしか入ってなくて、そのスペーシャスラウンジも、4人乗りか6人乗りっていう話、情報しか入ってなくて、時期的な話は全く入ってません。で、一つ共通して言えるのは、その X グレードですよね。その今の Z より安いグレードが出るという話が、まあ、お二方から聞けなかったっていうね、そこは本当に、まあ、ネットでは騒ぎにはなってるけど、自分らは直接会社関係からは一切入ってきてないっていう話を伺ってますので、ちょっとどうなってるのかなっていうところが、現状なところですね。で、あとね、開発の方から、これはあくまでも、小耳に挟んだことだから、まあ全然、ネットでもちらほら出てたんで言ってもいいって話だったんですけども、一応ですね、まあ今、ベルファイアですね、40ベルファイアのガソリン車イコールターボ車になってるんですけども、このターボが廃止という噂が、ちょっとね、耳に入ってきております。まあ、ターボにする必要性っていうのが、まあ、ある人、V6 から乗った方に関しては、ターボの方がいいと思うんですけども、もともとガソリン車でレギュラーガソリンに慣れてる方に関しては、ちょっとターボで、その維持費が高いからっていうのと、車両本体価格が高いっていうので、まあ、躊躇された方がいらっしゃると思うんですけども、まあ、そういった方のために、まあ、この今回出てる X グレードみたいな感じで、ベルファイアにも下のグレード、として、ターボモデルを廃止して、ね、装備も、オプション関係ですね。オプションにして、ね、今の、アルファードの、ダイナミックフォースエンジンですね。新しくなったエンジンが搭載されてるんですけども、ガソリン車、40のアルファードに関しては、30のガソリン車と全く同じエンジンを使用しておりますんで、まあ、そこのエンジンの進化がするんじゃないかっていう話がちらっとお耳にしました。だからまあ今ちょっと正直私もね、40をちょろちょろ乗るようにはなったんですけども、一つ感じるのは、燃費のね、いいという話をね、ネット上ではよく見るんですけど、私個人的には、以前と乗り方変わってないんです
ですけど、燃費が正直悪くなっているような気がします。30の時の方が燃費が良かったんですよね。で、そこの面で、そのエンジンの回路というか、今 現状ね、ハイブリッドで使っている新しいエンジンを、ダイナミックフォースエンジンを現行の40のアルファードに搭載するという話がちょっと濃厚になってきているような話を耳にしたというふうに聞いております。でそれに伴って、ベルファイアもガソリン車に関してはターボ、まあ、選択肢が出るかわかんないんですけども、同じくダイナミックフォースエンジンを搭載したベルファイアの登場ももしかしてっていう感じで、私も耳にしましたんで、ここはあくまでも噂話なんで、これはね、あんまりこう、結果的に、どうなるかわかりませんので、まあ私は信用はしてないんですけども、そうなったらいいなっていう感じで聞いていただければと思います。で、あとね、一応低価格のモデルとして、その X というのがあるんですけども、私の中では乗り換えを検討しております。っていうのは、もうこのね、Z、本当にね、めちゃくちゃいい車です。いい車がゆえに、触るところが正直ありません。で、電気関係もほとんどね、ちょっとやりにくいところもありまして、まあ、やろうと思えばできるんですけども、ちょっとね、外観の、まあ、ボンネットの隙間とか、まあ、私ね、光物が結構好きなんで、LED を仕込む場所がね、結構ないので、まあ、ボディのデザイン的な面で、外見のそのいじりっていうのがちょっとやりにくいなっていうのもあって、で、ここでね、出てきた話が、まあ、私はあえて X グレードと言いますけども、X グレードの顔つきがちょっと変わるっていう風に聞いてます。で、その顔つきが変わるイコール、私の中ではグリルの形状、もしくはグリルの色味ですよね、が変わるんじゃないかなっていうのと、で、これはもう実際にですね、去年の8月に、Twitter の方、まあ今の現 X なんですけど、X の方で、もう実はですね、下のグレードのスパイショットですね、一般の方が撮られてる写真が上がっております。気になる方は下のね、リンク見ていただければ、そこのね、X のリンク飛ぶようにしておきますので、そこではね、もうすでに、フロントのウィンカーが、点滅ですね、流れるウィンカーじゃない、点滅のウィンカーが流れてるアルファードが映っております。で、そうなってくると、下のグレード、X グレードは、すでに、まあ、Z が、発売する段階からすでにもうテスト入ってて、で、まあ、将来的に、まあ、後出しで出そうっていう構想がトヨタの中にあったんじゃないかなとは私は、まあ、8月ですね、その、Twitter の、X の、動画を見たときに、あ、これ後出しで出してくるなっていうのは分かってましたんで、まあ、その時期がね、9月かと思ってたのが伸びてきてるという話なんですね、話になってます。ね、あとですね、まあ、後ろのね、ウィンカーも、結局、今はね、Z グレードは流れてますけど、それももちろん点滅になってるという話で、一応ね、リアの写真も載ってるんですけど、残念ながらそこは動画じゃなしにね、ナンバープレート、テストのナンバープレートがついてるっていう意味でのリア周りの写真だったんで、リアのその点滅、もしくは流れてるっていう動画はなかったんですけども、まあ普通に考えてね、前が点滅だったら後ろはね、もちろん点滅だと思いますんで、まあ、その点滅のモデルが、X モデルじゃないかなと思います。ね、ちょっとね、画像が遠いので、フロントグリルの、色味とかはわかんないんですけども、その画像を見る限りでは今とあんまり変わってないかなとは思ってるので、まあ、そこはね、変更してくるとは思うんですけども、まあ、そういったね、動画もありますので、ね、そちら参考してください。はい、まあ、ちょっとね、ざーっと話しましたけど、まとめますと、まず、時期的なところっていうのは、正直見えておりません。ね、一応ネット情報では、年明けに動くんじゃないかとか、年明けからディーラーが、その、案内が来るんじゃないかなとかっていうのは出てますけども、まあ、結果的にですね、納車されるのってやっぱり1年ぐらいかかるんじゃないかなっていうのは私の結論になってますんで、ちょ、この車ね、まだ買って1年経ってなくて、半年しか経ってないんで、まあ、個人的にはね、この車検迎えるまでに次の X グレードが、入れ替えできて、ね、ちょっと動画のね、作りやすい車っていうのを入手できればなと思ってますので、そこはね、また、分かり次第動画の方、こっちのチャンネルの方でね、動画の方でお伝えしていきたいと思います。ね、あと、車種に関しては、車種というかね、まあ、グレードに関しては、プラグインハイブリッドと、ね、スペーシャスラウンジ、ね、下のグレード、X グレードが出る可能性があると。ね、ベルファイアの方にも手が加えられて、買いやすいモデルが出るんじゃないかという話が出てきてますので、私ね、一応アルファードのその X で狙ってはいますけども、ベルファイアでもしガソリンエンジン、レギュラーガソリンでね、ターボじゃない、モデルが出て、この Z より安いんであれば、ちょっとね、ベルファイアの選択肢も私の中ではあるかなと思ってます。やっぱりね、もともと、このチャンネル、
ベルファイアでね、育ったチャンネルということと、私個人的にはベルファイアの顔つきの方が、まあ、今回特にですね、40の方に関しては、顔にしても、リアに関しても、やっぱりちょっとベルファイアの顔の方が、ちょっとかっこいいかなと思ってます。まあ、リアに関してはね、ちょっとね、微妙にね、アルファードも好きなんですけど、フロントの顔に関しては、やっぱりグリルの形状はね、ベルファイアの方が私は個人的に好みなんで、まあ、あのデザインで、安くなるんであれば、ってね、今考えてますのでね。まあ、そういった面ではまた新しい情報が入り次第こちらのチャンネルで、どんどん、配信していきますので、皆さんもね、ぜひぜひコメント欄の方に私が今、言った中で、ここはパパさん違いますよとか、こうなってますよっていうのがあればね、教えていただければと思います。まあ、私もあくまでも本当この短期間で、まあ、ネットの内容であったりとか、関係者の話を聞いたやつを、まあ、ただ垂れ流しのように話してるだけなんで、まあ、ね、実際のところ、これはあくまでも全て噂だと思っていただければと思います。では最後にですね、サムネイルの画像なんですけども、あれはですね、私の、まあ、AI の方にですね、まあ、30のいいところと40のいいところを抽出して、私なりにね、抽出して、AI に書かせた、画像はこちらです。はい。これ意外にかっこよくないですか？私これがね、今の40だったらいいなぁとは本当に思ってるんですけども、まあ、AI なかなか私のね、好みも分かってるなぁと思って、私の好みをね、バーっとこう箇条書きにしてね、AI にバンとこう画像に刺したらね、こういう絵が出てきましたね。まあ、こういうこともね、できますんで、もしね、ご希望があれば、またコメント欄の方に書いていただければ、まあ、新しい画像とかもね、ちょっと予想 CG じゃないですけどね、AI が書くことなんで、あくまでもね、架空の話なんで、まあ、まあ、そういう意味ではな、その意味では楽しめると思いますんで、そういったコメントもお待ちしております。ではですね、また近いうち動画の公開ですね、こちらのチャンネルも、まあ、メンバーさんとの、時間もね、これからどんどん増えていきますので、そういった動画どんどん出していきますので、応援のほどよろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。